岡崎市長の中根康弘です。このほど環境省が募集する第2回脱炭素先行地域に本市と愛知県三菱自動車工業が共同提案したどうする脱炭素岡崎城下から始まる省エネ、総エネ、地区エネ、超エネのまちづくりが選定されました。脱炭素先行地域とは2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、いわゆる2050年カーボンニュートラルの実現に向け、全国に先駆け地域特性に応じた脱炭素の実現に取り組む地域です。これまでに全国46箇所が選定され、本市の提案が他地域のモデルとなる事業の一つとして認められたことになります。本市の提案は中心市街地であるクルワエリアにおいて太陽光発電や蓄電池を最大限導入するとともに、メガソーラーやバイオマス発電などを新たに導入・活用することで脱炭素化を実現するものです。また三菱自動車工業と連携して電気自動車から回収されるバッテリーを防犯灯などに再利用するなど、自動車産業のサプライチェーン全体の環境負荷低減も図ってまいります。本事業の一番の特徴は町内会の加入率が非常に高いという本市の地域特性を生かし、町内会活動を核とした再生エネルギー事業などを行い、そこで得られた収益の一部を子育て支援や空き店舗対策といった地域課題の解決に生かすことです。単に脱炭素を進めるのではなく、脱炭素を通じたまちづくりを展開していきたいと考えています。本市では現在地球温暖化対策実行計画の改定作業を進めており、2030年における地域の温室効果ガス目標削減量を2013年比で 50% とする予定です。また2050年には実質ゼロを目標として各施策を展開していきます。先行地域での事業をきっかけに、市民、事業者、行政が一体となり目標の実現を目指してまいります。実現には市民の皆様一人一人の意識や行動が不可欠です。力を合わせて持続可能な地域社会を作りましょう。